実際訓練ではなくて、図上訓練です。しかし実際問題としては実務部隊がいないだけで、情報がやり取りされることによって、実際の具体の行動が伴っていくわけでありますので、そのような意味からでいうと実戦部隊がいないけれども実戦訓練であると位置づけてもいいと思います。緊急災害対策本部、近畿中部四国地方整備局地震災害対策本部が設置されました。今回の地震で、我々全体被災府県になっておるわけですけれども、特に三重、和歌山、徳島の各県の被害が極めて深刻な状況でございます。東日本の時にもあったように、その拠点から先の避難所までどうやって配るのか、その辺の状況もよく先遣隊通じて徳島県庁から情報収集、神戸市、鳥取県とともに徳島県を支援する形となっております。また既に浅瀬全域での支援を